はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀岡です。全日本選手権5000円ありがとうございました。結果は惨憺たるもので、非常に、悔しいです。悔しい、いつまで俺はこんなことやるんだというような、感じですね。早く成功のループにね、内村航平選手とかみたいに乗りたいんですけれども、なんでこうなっちゃうかな、いつも。まあでも、試合終わった後に、もうこれ以上何やったらいいんだよっていうような、感じ、まあそういうふうに感じることができたので、まあ、やってきたことは、まあ事実としてあるので、まあ、本気でやってきたっていう事実がね、まあだからそこは良かったかな。なんか別に安気に流れたり調子こいたり、してなかったと思うので、まあ客観的にもね、そういう意見はいただかなかったので、やっぱりまあ突っ走っては来れたかなと思います。そこはね、1年前の自分から比べたら成長ということで、良かったかなと思います。まあ今回は、心技体で、考えた時に、まあ体強かったし、まあね、ほぼ毎日練習日記の中で、見ていただいたように、体強かったと思うし、それから、心のところも、結構複雑にいろんなものがポン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 ってこうね、試合組まで出てきてしまったんですけれども、まあ、試合、直前の時は、まあ、人もあんま関係ないし、それから点数とかも気にしていないし、もう強気でやろう、思い切っていこうっていうぐらいの感じで、いけたので、まあ、メンタル的な処理もうまくいったかなと思います。ただ今回は完璧に技術だったかなと思いますね。開脚旋回の、足の開き方をミスって、まあかな、まあそれだけじゃないんだけど、まあ落下してしまうっていうような、ことでした。まあ落ちない、失敗しないっていうのを大前提にしなきゃいけないんですが、いやね、まあそういうミスをしてしまいました。だから今回技術かなと思います。で練習日記を見返してみると、やっぱり途中2週間くらい前からあの旋回がかなりおかしくなってきてるなってことを、まあ、ちょっと感じていたりとか、あとは結構体に効きったね、よくあの体力に振り切ったトレーニングって言っていたぐらい、やっぱり体に振り切っていて技術をちょっとおざなりにしちゃってたなっていうところが、ありますかね今回は。だからその技術をもう一回見直すっていうことが今の自分には必要だなって思いました。もうちょっと全体、試合の全体的な話をすると、技術がシンプルになってない、自分の中で落とし込めてない、だから考えざるを得ない、まず自信がないわけだから考えざるを得ない、そうすることによって心が揺さぶられていくっていうような、感じですかね。だから、まあ、周りのからのフィードバックとしては、まあ、なんか考えすぎてるように見えたと、ね、いただきましたお言葉をね。まあ、確かに自分今回考えすぎてるなと思って会場行った節もあります。でも調子良かった時も実はずっと考えてるんですよ。だから考えていてこう納得できてないんですよね、多分ずっと。だからこうずっと気持ちが揺れ動いてる。納得できると心ってストンと降りると思うので、整うと思うので、だから今回はその技術をシンプルにできずに試合に行ってしまったことが、まあ、何よりの敗因かなと思います。まあそれでもね、できなきゃダメなんですけどね、落ちない失敗しないっていうのを大前提にしながら、やんなきゃダメなんですけれども、まあ人間失敗もあるということかな。いや本当悔しいな。まあそういう感じでした。だから今回は、まあ、次に向けての第一ステップとしてはちゃんと旋回整うっていうところから、狂ったやつをちゃんと戻すっていうところから始めてみようかなと思います。あとは、そうだな、技術的なところなんだけど、まあ、リズムとか呼吸の仕方とか、まあ、そういうのも手の置く位置とかで、そういうのも気にしながら、練習していきたいね。シンプルに、やっぱこう世話しなかったんだよな。まあこう今回挑戦だったんですよ。あの E の折りを理想形で上げるっていうねことへの挑戦だったので、まあ、旋回をなるだけを、少なくして、体をのスタミナを一気に引き上げるっていうね、
練習をしてきたので、まあ、それ求めてるものは手に入ったかなと思います、うん、ただ旋回少なくするからこう落ち着くとこなかったかなって思いますね。この安定感とか安心感に欠けていたのかなって、もっとこう旋回をところどころ置いて、回してみたりとかですね、それから、まあ、呼吸をどっかで置くとか、まあ、そういうことをしていくともうちょっと安定した演技になるんじゃないかなって思いました。今回せわしなかったな、うん、しかも今回のミスね、8月の大阪の政府合宿あたりで実は一回失敗してるんですよね。ああいう失敗の仕方、あれやっちまったよと思っていやほんとね残念なんですけれども、まあそういうことをしながらね、まあ、本気でやってきたのは事実だと思います。だからそこは褒めてあげたい、うん、まあ、ただまだ足りなかったですね。ちゃんと作り込めてなかったっていう、まあだけだと思う。本当いつでもどこでもどんな時でも、できるっていうね、選手ではなかったというねことですね。うん、なんか周り見ててもこう、まあ、自分もそうだったんですけど、もう顔面真っ白になりながら、もう本当ゲー吐きそうになりながら、やると、うん、まあそのくらいの緊張感はあったし、で、まあ、その中で逃げないで戦うっていう選択をする選手たち本当かっこいいなって、思いました。まあ自分もね、あの最後まで戦いたかったんだけど、まあ今回ダメでしたね、うん、悔しい本当に、うん、ただやっぱりあんだけの緊張感の中でできる自分をちゃんと練り上げないといけない、うん、ってことですかね。まあその解決策は、まあ、どこでもっていう、まあ、多環境でやるっていう、今回ねちょっとこうコロナの影響とかで多環境でできませんでした。まあそういう、まあ、本当に自分の能力を引き出そうとするんだったら結構そういうのも必要なのかなって、まあ今かなりね、慎重になんなきゃいけないんで、ここはうん、まあ難しいかな、ここは。まあちょっと考えながらいきたいと思います。うん、このかな、はい。まあ今回は、さらっとこんな感じなんですけれども、まあ7分くらいか、まあ引き続き、安気に流れず調子こかず、行き切って、やっていきたいなと思います。でまた今回、本気でやったわけですから、本気でやった中には、本物の情報っていうのがもうたくさん詰まってます。だからそれをちゃんと得てまたやっていくっていうことですね、まあ、今言ったようなことが本物の情報ですね、うん、それを取り入れながらまた練習、頑張っていきたいと思います。また引き続き、応援よろしくお願いします。頑張ります。じゃあバイバイ。